ただいま。ただいまです。こんばんは。お疲れ様です。帰ってきました。ちょっと扇風機を。ただいま。お、なんかすごい、なんかめっちゃすごいすごいスターが流れてった。え、こんなギフトあったの？めちゃめちゃでっかいスターが流れていった。お疲れ様です。こんばんは。ちゃんです。どうも、こんばんは。今日はお話し会が、お話し会と縁日のイベントがありまして、明日もお話し会でございます。ありがとうございました。今日はね、浴衣でのイベントだったんですけど、朝から着付けをしていただいて、着付けのするプロの方に着付けをしていただいて、浴衣じゃないよ、浴衣は私服じゃないので衣装なので、もちろんもう脱いできました。こんばんは。明日は多分もっと帰りが遅いと思うんですけど、もしかしたら会場からの配信になるかも、なのでその時は浴衣姿かもしれません。お疲れ様です。今日会場がすごく暑くて、空調効いてるはずなのにめちゃくちゃ暑かった。浴衣着てたからかな、ずっと暑くて。明日はカラオケもあるので、今日今会場にいるメンバーはカラオケがあったメンバーなので、明日は早く終わって帰るんですけど、今日早く帰ってるメンバーは明日カラオケがあるので、またメンバーがチェンジする感じになりますね。暑かったよね。人が多かったからかな、そうかもしれません。結構ヘトヘトになりました。ヘトヘト。お話から楽しかったんやけど、もう普通に睡眠不足すぎて、だからといって今配信終わってすぐ寝れるかって言ったら、そういうわけでもないじゃないですか。なんかもうこの来週の土曜日までのスケジュールをね、体調崩さずに無事に過ごせるように頑張りたいので、明日も元気に頑張りたいと思います。こんばんは。そうね、移動とかでね、そうなんですよね、移動とかが多い週だったから頑張るね。すごくあのたくさんの方が優しくしてくださって嬉しかったです。今日はとってもありがとう。そうね、暑さもあるし、でも今日はご飯もしっかり食べて、武蔵のお弁当と夜のお弁当もしっかり食べましたので、栄養は取りました。こんばんは。ギフトありがとう。ちょっと今日のんびり喋っちゃうかもしれません。ちょっとギフトが終えないぐらいのんびり喋ってしまいそう。ちょっと待ってで喋るね。ちょっとさ、あの今配信終わってもお風呂入るぞってキビキビ動けなくて、ちょっと今椅子に座ってふーって一休み。さっき着物を脱いで、浴衣脱いで、今は本当直前、本当に30分前とか、もうそれもっと前かな、わかんない、もう時計の感覚がわかんないんですけど、浴衣をね着てる間は背もたれも
帯が崩れるから背もたれもつけなかったので、ちょっと一回背もたれでフーってさせてください。フーって、ちょっとまったりします。みんなと喋りながら、今日ねお話し会に来れなかった方の方がきっとショールームは多いと思うので、お話しする時間を作りたいから、ちょっと一休みしながらゆっくりします。ありがとう、今日来てくださった方々、こんばんは。今日はクラゲでした。花火したから、そう予定はもうちょっと早く帰ってこれたいけど、花火はねしたので、ちょっと予定より遅い帰宅となりました。個人的に残っちゃいました。もともとはね残る予定じゃなかったんですけど、ちょっと花火ねやろうと思って、多分今年の夏も花火もうしないだろうなーって、プライベートですることないやろうなーと思ったので、ちょっと個人的に残ってメンバーと花火してきました。いや線香花火はしてないです。線香花火はあれはイベントだけど、普通になんていうの、そのメンバーだけで、メンバーだけでって言いつつファンの方に見られながら花火をする、こっそりとね会場裏でやってました。そうなんです、ひそひそと暗い中ねファンの方がペンライトつけてくださってやってた。そうメンバーだけでやった、もともと予定になかったんですけどやりました。ちょっと髪の毛いっぱいさあのヘアピンついてるから取りながらのんびりまったり喋ります。明日はまた違う浴衣なので、また髪型も変えようと思っております。こんばんは。そう夏らしいことできたよ、今日花火して。今日はいろんな方が来てくださって嬉しかった。来てくれてありがとう、とっても嬉しかったよ。もうこんな今ほえーって感じになってるけど、今何ですか、 お話し会1日目終わって浴衣を脱いだ脱力感でふえーってなってます。浴衣でずっとね朝からいたので今解放されました。今日はありがとう、こちらこそありがとう、ありがとうだよ、感謝だよ。大阪でもアイスいりますか、多分売らないと思います。今回の味は、今回の売ったジェラートは夏だからっていうことで、河内晩柑っていう柑橘も7月末までの、7月末までが旬の柑橘なんですよ。だから今仕入れてる分で終わりで、で博多の塩っていうのを使ったのも夏で汗をかくからっていう理由で作ったので、また12月の大阪で売るとしても、売るとしても違う味だし、ちょっと多分ね工場っていうか作業所が一個一個人の手で作ってるんですよ。工場とかじゃなくて、工場って言っちゃったけど作業所で人の手で一個一個カップに詰めて蓋閉めてとか全部手作業でやってるの で広島で作っているので、ちょっと大阪までは持っていくのはちょっと難しいかもしれん。17日は確実にないですね、STU のイベントじゃないから。 STU 主催のイベントだったら販売できるけど、よそのねお邪魔するイベントは難しいです。そうですね、こんばんは。今日は、明日はね、明日はジェラートの販売ないんですよ。今日で全部売り切れちゃって、
もともとねもっと用意があったんですけど、そう運搬中にいろいろそういろいろあって限られた数になってしまって、今回そうちょっと予定よりもだいぶ少なめの販売だったのです。そうなの、もう予定より3分の1以下とかぐらいの数しか今回販売できずで、そうなんです。また今後もねいろいろコラボがあったらぜひその時ゲットしてください。そうなの、いや暑かったのはね関係ないよそう関係なくて溶けたとかでもなくて、そうなんかうんいろいろね配送の際に、いろいろあったみたいで悲しいことに。そうなんです、いっぱい食べてほしかったしメンバーにも食べてほしいと思ってたからめっちゃ悔しくって、食べれた方感想ありがとうございました。そう完売といってもね、その元々用意してた数はもっとあったから本来の完売と違うから、なんか完売で喜べるかってやったらなんかまたねちょっと複雑な気持ちだったんですよ、正直なところは。そうだからまた次回販売があるときはぜひみんなに食べてもらいたいなと思います。いっぱいの人に食べてほしいです。こんばんは、うん、楽しみにしててありがとう、ありがとうございます。そうだったのよ、そうなんですよ、これ手作業でね一個一個作って、その作業所の皆さんも手作業でねそう作ってくださってるのをこの前行かせていただいて直接で、その作業の仕方とか全部見させてもらったから、それがとってもね悔しい気持ちで、そうインスタにねちょっと動画がオフショット動画みたいなのが上がってて、そうまた引用します。ちょっと今日喋り方がゆっくりかもしれない、脳みそもちょっとゆっくり働いてます。こんばんは、ちょっと今脳みそが酸素を取り込んでるところです。もう明日はこの髪型じゃないので今のうちにいっぱい見といてください。いっぱい見てて、今日あっという間に1日終わりました、びっくり、たくさんお話しに来てくださって楽しくお話しできたおかげです、ありがとうございます。のんびりのんびり、明日もよろしく、明日もまたカード引きじゃないやつにくじ引きみたいなやつに変わるので、そう似顔絵をねファンの方にプレゼントするのが初めてだったんですけど全然似てなくてびっくりするぐらい似てなくて驚いた。人間のイラストって難しい
似顔絵当てたかった。当たらなかったよね。そうなの、似顔絵は、似顔絵さ一部につき10枚だったのね。10人しか当たらない仕様だったんですよ。でも誰もさ全然当たらないから、どん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 どこどんどこ部が増えるごとに、4部になる頃にはもう枚数が20何枚とか30枚とかぐらい、その似顔絵を描くさ色紙みたいなやつが溜まってきちゃって、全然みんな似顔絵引いてくれなかったよ。似顔絵でも、そう、同じ方が3回似顔絵引いたりして、似顔絵1回も出ない人は出ないし、1人で3回ぐらい似顔絵もらってる人いたし、でも本当にガチのなんかそういう仕込みなしっていう感じの、そう、しかもその1回で3枚じゃなくてループで何回も部が違ったりして、ループの度に1個ずつ取ってたから、その方はもう普通にそういう運が強い人なのかもしれません。難しかった。でも明日は似顔絵ないんだよね。明日は似顔絵はありません。こんばんは。どうも。そう、強運の、強運すぎる人々がいた。ジョーカーそんなの、なんジョーカーよりハートの枚数の方が多かったんですよ。ハートの方が多くて、その次ジョーカーで、激レアが似顔絵でした。十分楽しかった、ありがとう。お話し会、あのお話し会を、お話し会をお話し会としてやってくれてありがとう。もうね、お話し会、基本とはお話し会じゃないですか。けどみんなそのめくるのに命かけてるのがもうめっちゃハッってなって、ガチだったから、お話する前にみんなもらって、景品もらってバイバイって言っても帰っていく人もいて、私が何回か引き止めたんです。まだ喋れるよって。でも引き止めても帰ってこない人もいて、そう、お話し会なのに景品だけゲットして帰ってった。そうよ、お話し会よ。そうなの、ゲットして多分もうそれで終わりと思ってね、帰っちゃった。もうポスターが想像以上に大きすぎてさ、びっくりした。私も今日初めて実物見たんですよ。で、私の予想はもうちょっとコンパクトなやつかと思ったら、結構パセリの顔ボーンみたいなタイプで、明日はもっと顔ドーンって感じないよね、ドアップすぎて写りが。その関東とかいろんなところから、北海道とかから来てる方とかもいて、本当に遠くから来てくださってる方もいたし、その飛行機とか新幹線とかの持ち運びが大変じゃないですか、そんな大きかったらね。もう無事に持ち帰れてるかな、飛行機の方々どうする。荷物が流れてくるとこでファセリのポスター流れてくる。予想より大きかった。でもそんな大きくない、そんなに大きくないけど、予想はこれくらいです。この目録ぐらい、これぐらい、これくらいのサイズなので、まあ壁にオートミールよりちょっと大きいかなぐらいですかね。そんな巨大じゃないよ。そんなに巨大ではありませんが、いや私も免許証いいなと思ったんよ。他のメンバーがね、免許証とかやってて、
その免許証の質感がすごい高級感ある質感というか、すごい良かったから、お、免許証いいな。ポスター拒否してごめんなさい。いや、いっぱいいたから大丈夫だよ。ポスターいりませんって言われた。ちょっと荷物になるんでポスターいりませんも言ったし、今から仕事行くのでポスター大丈夫ですも言ったし、もう何回もループしてポスター大量にもらったのでもういいですって人もいたし、でも逆にポスター1回も出なくてポスター欲しいですって方もいたし、本当に人それぞれだった。そう、人それぞれだったんで、そうやって楽しんでもらえて嬉しかったです。そうね、もう平等に当たるわけじゃないからね、難しかった。めくるカードが欲しい。おー、カードね、あのトランプみたいなやつね。そう、縁日ブースもあって、縁日の方ではチェキがもらえるらしいです。縁日で勝つと、勝利すると、取れたてほやほや、今日の朝取ったばかりのチェキがプレゼントされたらしいです。びっくりしちゃった、驚きよ。ポスター飾ったら報告するね。待ってるね、報告。ありがとう。とりあえず尻尾当て寝ます。もう安静にしてください。もう今日病み上がりの人多かったんだけど、体調具合悪いとかコロナ明けとかそういう病み上がり、この前までのイベントはちょっと病み中病気中なんていうの、その療養中で、そう、来れなかったんですけど久々に来れましたとか、ちょっと怪我してて久々に来れましたとか、そう、久々に会う理由がその病み上がりですみたいな方が多くて心配になった。実はワイもそうだったの。みんな元気って心配になったよ。え、ソラパスの花火が TikTok に上がってた。なんだと、それは知らないぞ。撮られていたことすら知らないぞ。あれはマネージャーさんのカメラかと思ってた。普通に記録用の、あれ TikTok やったんや。実は自分は元気だった元気だったん？元気いっぱいだった。久しぶりに広島ね、ありがとう。本当に暑い中、そしてお盆などで人がねたくさんな中、駅とか空港とかもどこも人が多いと思うんですけど、ありがとうございます。そう、今日パセリ顔面調子良かったよ。そうよ、そうなんよ、びっくりするよね。でもさ、明日カメコがあるんよね。スペイベで当たった方のカメコがあるんやけどさ、この前髪の感じもいいし、こうやってやっても元に戻るんよ。ちょっと今ちょっと浮いてるけど、前髪もいいし、二重の感じもメイクもめっちゃ良かったんよ。むくみもなくて今日めっちゃ良かったの。明日もこの顔がいいんだけど、無理かもしれません。うん、よかった今日完璧だから、今日会った方は生で見たパセリの顔をしっかり覚えていてください。目に焼き付けてください。うん、配信の選手は帰ってきたばっかりだったから、帰ってきて5分とかだったから、もうほいなってたけど、だんだん元気になってきました。やっぱね、ショールームすると元気をもらえます。でもちょっと脳みそが働いてないから、言葉選びがさっきから失敗しまくってる言葉選び、脳みそがさ働いてない、大変大変。こんばんは。
目があってキュンとしてキュンキュン。今日会えないから忘れちゃうかな。そんなことないでしょ。そんなわけないよ。そんなすぐ忘れないよ。100年ぐらい会ってなかったら忘れちゃうかもだけど、パセリの寿命が来るまではちゃんと覚えてるよ。100年は、ね、100年はもうちょっと厳しいと思うので100年ね、もうギネス乗るレベルじゃないですか、100年来たら。だからちょっと100年ぐらい来なかったら忘れちゃうと大丈夫。楽しかったですよ、めっちゃ。明日カラオケあるからさ、カラオケあるのでね、それがドキドキです、緊張です。休憩中に練習する、頑張る。いいでしょう、今日と明日の浴衣は希望を出して選びました。でも今日これ明日これって選んでくださったのはスタッフさんがメンバー同士被らないように割り振ってくださってて、自分で用意してるメンバーもいた。ゆきりかとかめっちゃ可愛い浴衣着てた。めっちゃドタイプだった、超ドタイプでした。ゆきりかの浴衣、あれ私の好きすぎる色味だった。こんばんは、めっちゃ可愛かったんですよ。本当にメンバーによってね、その自分で用意してるメンバーたちのね個性が出てた。そうなの、自前もありです。そう、自前ありあり。でも私はちょっと自前だと浴衣のケアって大変じゃないですか、クリーニング出したりとか、からお借りしました。こんばんは、どうも。そう、和服大変よ。持ってはいるんですけどね、浴衣持ってるけどね、去年ショールームとかで着たけど保管が難しい。一回出すとまたしまってってなって。まっちゃん、はいよ。あー、なんかエアコンが水飲んでるかも、ちょろちょろ言ってる。大丈夫なやつこれって、なんかエアコンがちょろ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 言ってた。うん、 STU ラボ見たよ、ありがとう。 STU ラボを見てくれて、ちょっと扇風機消そう。そう、エアコンつけてますよ、暑すぎて。アニメ曲はね、アニメ曲はどれくらいの年代、どれくらいの年代なんだろう。私はなんかそのアニメを見ていた世代ではないけど、どれくらいの年代なんだろうか。いやでも知ってる方は多いんじゃないかなっていう曲を選びました。いっぱい悩んだんよ。もうね、あの Apple Music でいっぱいプレイリストをね、歌いたい候補のプレイリストをいっぱい作って、で TikTok とかでも懐かしソングとかで調べたり、なんかいろいろ調べたりして、ネットとかでも Google で懐かしのアニメソングとかいっぱい調べて、で自分が歌えるやつとか
あ、これはどの世代でも知ってるなってやつとか、そういろいろ調べて選びました。でもあまりにも有名すぎると他のメンバーと被るなとか思ったりしたから、被らなそうなやつでなんかみんな知ってそうだなみたいなのを、そう選んだけど、どうだろう、わからん、わからんのよ。だからドキドキなんですよ明日。ドキドキ。あとね、今日も結構声がさ、はしゃぎすぎて、はしゃぎすぎてっていうか、今日横のレーンが元気だったから私も元気に、あの声が負けないようにいっぱいね、元気いっぱいやってたんですけど明日もこんな感じだったら、もしかするとカラオケの頃にはとんでもないガスガス声になってるかもしれんと思って、ちょっとそれが緊張です。なんていう髪型これ、クラゲです、クラゲでお願いしますってメイクさんに言ってしてもらった。でもメイクさんによってクラゲの作り方違うんですよね。ここがもっと多い人もいれば、今日は結構少なめな感じだったんやけど、クラゲでって言って、もう人それぞれ、ここら辺で作る方もいれば、もうちょっと前で作る方もいるし、もうメイクさんにお任せ、クラゲでした。そうクラゲです。そうなの最初リコちゃんが隣で右隣にいて、リコちゃんが帰った次の部から左隣にリネが来て、マイカ頑張ってねってめっちゃファンの方に言われた。ワセリーこれからマイカ MC、まとめて頑張ってねって言われ励まされたそうなんや、頑張ります。ね、元気いっぱいだったよね、盛り上がりが。え、何デシベルか測ってほしい一回ね、なんか後ろの方まで、あのパセリレーン並んでる人の一番後ろのところまでリネの声が聞こえたって言ったファンの方が、一回ちょっと計量してほしい。でも元気はいいことよ。私も多分他のメンバーからしたらあのレベルだと思う。うわーとか言って、ね、やっぱマイカーないよみんな。後ろの後ろまで聞こえてた。うわ会話バレバレじゃん。こっそり来ました、うわこっそりありがとうとか言ったらもう全部バレるじゃんね。20番レーンの森末さんのところでリネの声が話題になってた。え、リネ9番レーンだったよ9番レーンから20番レーンまで。ちなみに私は8番レーンでした。明日はレーンが変わります。そうだレーン変わるよね。明日はね、もっとね会場の奥の方のレーンだった。なので間違って他のメンバーに並ばないようにしてくださいね。ドゥドゥーン。明日は明日はじゃんじゃじゃじゃん、ドゥーン。明日の私は、いや違う、これは名前順で書いてあるやつ。なんか名前順で書いてあるさ表とさ、その連割の表と違うよね。ちょっと待って、これ毎回探すの結構苦戦するの私。
難しい。待ってね、待ってくださいよ、見つけられないよ。ボン、うん、ちょっとどこどこどこなの、出てこないよ。昨日見たのに、昨日寝る前私はどこで見たんだろう。どこですか、ニュースか。はい、あ、見つけた。恋割はこちらありました。見つけた、ニュースからだった。明日のパセリは18番レーンにいます。隣は愛子とくるくる。1時間目は愛子とくるくるの間で、2時間目は愛子と池ちゃんの間で、3時間目も一緒、4時間目は愛子とあずみの間です。ずっと愛子と一緒です。愛子と4時間ずっとお隣さんです。よろしくお願いします。うん、ずっと一緒だね。あ、レーンが変わるメンバーもいるんだね。私はずっと一緒だけど、レーン場所が部によって変わる子たちも、くるくるとかさらちゃんとかいっぱいいるみたいです。こんばんは。20番レーンまでしかないのに18番レーンってことは、もう端っこのとこやけん、ちょっと寂しいかもしれん。今回8番で真ん中周、真ん中周辺だったから、ちょっと寂しくなるね。あ、オンラインの時は先日のお宮の話を、おー、聞かせてください。そうじゃん、お疲れ様でした。お見合い無事に帰ってきましたか。こんばんは。アイドル側のレーン間違い、何レーン間違いって、レーン間違いってなんだ。あ、リネ、リネはさ、何番目かっていうと、ね、なんかエアコンが踊り出した、なんかサンバみたいな、なんかトクトク、お、終わった、私が踊ったら終わった。明日5番レーンです。リネ、何だったんだろう今の。こんばんは。なんかね、お話し会のレーンが真ん中の方だと、あ、びっくりした、エアコンがまた何か言い始めたかと思った。外のバイクの音でした。疑ってすみません。エアコン疑っちゃった。真ん中のレーンの方だと、横のレーンも横のレーンもファンの方がいるから、そう、盛り上がってるんですけど、端っこの方行くとみんななんか他のメンバー見てるから、その壁際の方のレーンあんまり見てくれなかったりして寂しいんですよ。だから明日はちょっといっぱい構ってください。構ってくださると嬉しいです。そう、なんかファンの皆さん待ってる時もさ、結構あちこちに固まってたりするけど、端っこだとちょっとね寂しくなるので、
そうそう、ひっそり、そうそう、ひそひそやってる感じがするかも、若干。なので明日を盛り上げていくぞ。18番レーンを盛り上げるぞ。パちゃんの気を見てる、ほんといっぱい見てて。こんばんは。ビジネススタッフさん立ってもらえ。じゃあマネージャーさんを呼ぶか、レーンの後ろにお願いしますって。ジェラート、うん、また広島に来てね、まだ食べてよね。何味がいいかいね。こんばんは。今日もなんかまったりまったりまったりペースの話スピードすぎて、なんか自分でもね何喋っとるか全然わからん。え、明日のカラオケステージ最前列だった。すごー、最前列は緊張するわ。よろしくお願いします。ジェラートピケ、ジェラートピケ、あのね、ファンの方からね、前にね、あの動物のお森のバーって書いてるやつをもらったことがあったんですよ、パジャマで。それを実家に持って帰って、その実家用に使うと思って実家に持って帰ったら、お母さんが私が帰省するたびに動物の森の顔がブワーって全部に描いてるパジャマを着て寝てて、可愛すぎてびっくりしたお母さんも一緒に使ってた。そうなんよ、うん、やっぱね幅広い年代でも着れるのが動物の森だし、ジェラートピケだし、いいところや。生地がいいよねいっぱい着とるんかもしれん、もしかしたら私よりも。そう、うん、そうなんですよ。帰省するときにさ、着替えとかいるじゃないですか。だから結構実家に置いとくこともあるんだけど、そう、あと収納がなさすぎるから、一回実家に段ボールでボーンって一気に送ったりするんですよ。その季節の以外のものを直しとく場所がないので、そう、保管してもらって。前回お見合いの話をしてる人と同じ人、そうだよ、同じ人だよね、同じ人ですよね、同じ人だわよ。今度話し会で教えてくれるらしい感想は。だから配信を見てる皆さんは気になっても知ることがないっていう、結果は知れない、行ってくるよ報告だけ受けた皆さん。ね、プレゼントで服とか靴とかって難しいよね。わかる、メンバー同士とかでも難しい、サイズとか難しいもん。だからファンの方がさ、服とか選んで送ってくださるのすごいなと思って、すごいよね、よくサイズわかるなって、よくぴったりだわってなります。いっぱい着てるね、難しいよね、何でも難しいよね、プレゼント、ね、
そうね、靴はメーカーにもよるもんね、サイズ感が。変な T シャツ。いや、変な T シャツってクセ強 T シャツのことですか？変ではないよ、クセが強いだけ。ね、確かに靴 24.5 とか25とかでだいぶ変えるよね、点5でね、 23.5 とか。センスないからな。でも私もです。自分自身に服買う時ですらサイズミスるから。だからすごいんです本当に。プレゼントで服を選べる方はもう神の目を持っていると思ってる。自分自身ですらさ失敗するのに、試着しても失敗するのに。こんばんは。ね、難しいよね靴。リン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 、慌てんぼうのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。今頭の中でずっと流れてるこれが。慌てんぼうすぎるやろ、さすがに4ヶ月前とかじゃない？ 11、19、8、 4ヶ月前ずっと流れてたの頭の中で。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ鐘を。ああ、そういうことか。プレゼント、サンタさん、クリスマスは頭の中でさ連想ゲームされとった。そうかもしれない、確かに。え、すご、私の頭の中見れてるんだね、すごい。そうかも。でも全然自分でも気づかなかった。言われてみれば。暑すぎて冬が恋しくなってる。いや、でもそれもあるよ、それもありますよ。毎日さ、もう日傘欠かせないからさ、もう大変。荷物が、あの夜とかこういうさイベントが終わって帰ってくる時はさ暗いじゃないですか。だから帰りの荷物がね、行きはさ日傘として活躍しても帰りはもう暗いから、ただのもう持ってる傘になっちゃう。暑いもん、そうだもん。本日から日傘デビュー、おめでとうございます。日傘デビューなの？どこのやつにしたの？日傘、なんかメーカーによって全然効能違うみたいな。この前マツコの知らない世界でやってたよ。まだ広島駅着かないんだけど。え、何時に出たの？え、遠回りしてる会場から。でも結構距離あるもんね広島駅まで。日傘、日傘おすすめとか言って検索したら、そのどこのメーカーがこういう効果がありますよとかをまとめてくれてる方とかがね結構いてね、参考になりましたよ。本数が少ない。あ、そうなのか。雨が差しちゃった。暑すぎて。どうだった、暑さしのげたの？日傘、日
日傘、ZOZO で1000円クーポン、そりゃ買いですね。わかるよ、 ZOZO で1000円クーポンとかあるとき買っちゃうもん。全然さ、買おうと思ってなくてもこりゃ買わなきゃってなる。広島駅と中心街がちょい離れてると去年知った。確かに離れとる。そうね、どれくらい歩くかな、でも30分ぐらいかな、歩いたらかかりますよね。結構、いや30分もかからんか、20分とか、まあ場所によるかもだけど、歩くスピードにもよるけども20分ぐらいだね。結構距離、あるかもしれない。確かに確かに、広島駅全然変わっててびっくらこいた。そうでしょ、びっくらこいたでしょ。今あの路面電車が2階に入っていけるように道が作られてるから、今の路面のルートじゃなくなるらしいんだよ。どんどん変わっていくんだよね、来るたびに変わるよね。私もびっくりしますよ、広島に住んでるのに広島駅変わりすぎてもうびっくりして、この前広島駅2023年までの姿みたいな調べ方して検索したもん。もう恋しくなって、2025年に新しくなるんですけど、もうすでに恋しくなっちゃって、そう去年までの広島駅を忘れたくないと思ってね。パセリが引っ越してきた2019年の冬とか2020年とかはまだもっと違ったの、もっと違くって、駅にマックとかもあったし本当に違かったんですよ。だからその姿も恋しくて、もう全然違うの。駅のね、そのつながってる建物にショッピングビルみたいなのがあって、洋服屋さんとかいろんなショップが入ってるお店がもともとはあったんですよ。でもそれも今はなくて、今駅が工事されてて2025年になったら新しくまた綺麗に生まれ変わります。今年の春に初広島だったのにもう変わるんか。そうよ、もう変わるんよ。STA ラボ見ました。 STA のこと知ってる人見るとこっちも大好きだった。見てくれてありがとう。私も楽屋で見たんだよ。一緒に見てたかもね、同じ時間とかに。 STU ラボね、めっちゃカットされてたんだけどあれね、そう、まあ番組ってそういうもんじゃないですか。1時間半ずっと街の方々に、すいません STU48 ご存知ですかって積極的に結構いたんですけど、もうはしょられはしょられの、はしょられはしょられになってて。そうなんですよ、あの日はレッスンがあってね、レッスンが終わって急遽参加することになったから、心の準備もしてなくて、え、今から街でロケみたいな、もうめっちゃ髪もボサボサだったからやばいと思って、もう三つ編みにしました汗だくすぎて、汗だくでやばかったから、そう、もう三つ編みしたらどうにかなるっしょみたいな感じで三つ編みにしました。ぜひ見てください。広島の本通りっていう、あのパルコとかのある通りでインタビューをねして、スタッフさんがその各チーム、サーヤンとサヤカリンチーム、パセリとソタローチームで2-2でやってたんですけど、両方にスタッフさんがついてくださってて、でこちらのチームのスタッフさんが、いやもっと行きましょう、今ちょっと女性ばっかり聞いてるんで男子高校生にも行ってくださいみたいな言ってきて、行けないと思って、結局男子高校生とかには聞けなかった
男子高校生頑張ってくださいとか、あのサラリーマンの方にとか言って、サラリーマンの方もう何人か、すみませんお時間ありますかって話しかけても、すみません今からちょっと仕事なんでみたいな感じで、みんなもうお忙しい時間帯だったから、そう、じゃあそこの JK 行きましょうみたいな。でもさ、 JK とかさ、 STU のこと知ってますか、知りませんみたいな、もう即答なの、わかりませんみたいな、もうそういうね、もうきっぱりわかりません、でも可愛いですねみたいな褒めてくださるお姉さんとかもいて、そうめっちゃ緊張した。うん、心折れず頑張った、楽しかったですよ。あのダンスの先生も映ってます。あれ映って OK だったのかな、ダンスの先生も映っててそうなのたまたま目の前から、え、見たことある人が歩いてくると思ったらダンスの先生で、ST のこと知ってますかって言ったら、いやーみたいな、みたいな、なんか反応し始めて、桜でも仕込みじゃないです、仕込みじゃないです、うん、そう、いろんな、あのね、海外の方とかも、観光で来てる方とかもね、あのもう私が知っている英語をもう並べてインタビューをした。でもパセリが YouTube に出るのはレアなので、ぜひね今回の回をいっぱい見てくださると嬉しいです。YouTube メンバーじゃないから今回ねこうやって出させていただけたので、ぜひこの貴重な回をたくさん見てください。見てね、みんなもあのお忙しいと思うので、空いてる時間とかによかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次の動画も見てね。なんかいつものあの締め台詞お願いしますみたいなのになって、みんなで見てねとか声揃えて言ってたけど、私分かった、うんみたいな、なんかそう、動画見てるんですよ YouTube の。でもさ、実際自分がやるって言われたらさ、分かんない分かんないと思っていや待って、そのノリわかんないよとか思いながら、見てねー手だけちょっと参加しました。楽しかった。そうそうそう、なの、冒頭とかの話してるとこもちょっとなるべくこう聞く側に徹して、うんうんとか言ってどういう立ち位置でいたらいいか分かんなくて、その YouTube メンバーじゃないですよとかの紹介もあるわけじゃないから、どういう風にあのいたらいいんだろうとか思いながら、うんうん、邪魔しないようにこうなるべく見てちょっとかしこまって猫かぶってたかもしれないちょっととりあえずニコニコしてようかなみたいな、うん、難しかった、でも楽しかった。そう、だからずっとニコニコしてます、常にこのこの笑顔で、あのロケの後ずっとこの笑顔をキープされてたもん、ずっとロケ1時間半のインタビュー中ずっとこれだったと思う、もう風に前歯が当たってたと思いますいっぱい笑ってた。よかったら見てください、もう一度見てみよう、ぜひぜひぜひ。
こんばんは。どうも。どうもどうも。前歯乾燥しなかった。いや、してたかもしれん、もしかしたら。カピカピやったかもしれん。カピカピだったかもしれません。もしかすると。口角をね、上げて、ニコニコで。明日もニコニコで過ごしたいな。ニコニコがいいよね、やっぱり。ほんのりのおなじみの店がたくさん映ってた。そうでしょう、もう見慣れた景色でしょう。明日おしまして1時間目行こうかな。待ってるよ。明日は 1,2 時間目おしまし可能です。今日と一緒で 1,2 おしまし OK、 3,4 はおしましのノーノーです。ダンスの先生、多分仕事終わりかな、もしかすると仕事終わりだったのかオフだったのかちょっと分かんないけど、分からんけど、近所の商店街よりよっぽど本通り行ってる気がする。もう広島県民やそれは。広島県民ちゃん。ジェラート、そう、明日はないです。ないよ。そうなの、本当はね、またあったんですけどね。そうなの、また次の機会に全種類制覇してください。なんかお中元とかにするのもいいよねみたいな話があったんですよ。まあ、実現するかどうかを言って、お中元ファン同士で誰々さんにはこの味とか送るのも楽しそうだよねみたいな、もういいよねだったけど、やっぱり一つ一つ手作業で作ってるから、蓋にシールが付いてたと思うんですけど、蓋のシールも手作業だし、蓋をカップにかぶせるのも、蓋にアイスを入れるのも、その蓋じゃないアイスのグラム数も手作業で全部一個一個測ってるんですよ。何グラムって決まったグラム数を。で、そうジェラートの機械があって、ジェラートの機械からこうトレーにバーッと出した後は時間との勝負だから、半分はちょっと一回冷凍庫入れて、半分はそうカップに急いでこうグラムをこうピュッ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 ってやって蓋を閉めて、で蓋もちょっとその強くすると割りやすい素材だったので、なるべくコストをね、皆さんがこうお買い求めやすくなるようにコストをね、そのアイスがメインだから容器のコストを抑えるとか、そういう会議とかもいろいろしたりして、そう今回はその簡易的なカップでコストを抑えましょうみたいな感じになって、でそれでちょっとね割れやすい布の素材だったのもあり、こう丁寧にこう慎重にね締めないといけなかったりとか、そう実際にね作業所に行ったらそのもう難しさがねすごく分かりました。そうだから一個一個作ってるから、そうたくさん作るっていうのは難しいですけど、そうまたね今回の皆さんからの感想とかをねスタッフの方にお伝えしたいと思います。そうだね、チャリティーの側面もある。そうなんですよ、実はね、そうなのよ。そうみんなでね力を合わせて一日何個っていう決まってる数をこうやって作らないといけないから、でこのね急遽の今日のお話し会までに間に合わせてほしいですって言ってたくさん作っていただいたので、みんなが美味しかったよって言ってくださって嬉しかったです。こんばんは。
かった。そうね、日持ちも、あのね、会議の段階ではその作業所じゃない場所でその打ち合わせをした時に試食があったんですよ、試作品の試食。その時は結構もうあの今日売ってるジェラートと多分同じ食感だったけど、作業所でジェラートの機械から出てきたばっかりのジェラートを食べたらもう滑らかすぎてびっくりして、やっぱり違うらしいです。その出来たてのやつを食べるのと一回また出来たやつをこう詰めて冷凍で保存してるからちょっと硬くなってしまうじゃないですか、冷凍のその冷えで。だからやっぱりね、ジェラートは作りたてだとより美味しくて滑らかで濃厚でした。美味しかった。そう、出来たて、いつか出来たても食べてほしいです。いやでもね、出来たてじゃなくても美味しいので、塩分が結構ね、もう博多の塩って名前なだけあって塩分結構ガツンって感じです。塩分ガツン系でした。そこにチョコチップの食感とって感じ、バニラの甘さと。そう、なんか甘いの苦手だけどパセリが作ったから食べてよって方が言ってくださってね、もうその方のために次はなんか辛いものとか開発したい。辛いの好きか分かんないけどしょっぱいものとか、なんか他のね、アイス以外のものもね、ぜひ食べてほしい。明日もよろしくお願いいたします。こちらこそ明日もよろしくね。あ、煎じ肉いいね。難しそうだ。そう、最初は8月3日のナイトクルージングから販売しますかみたいなのあったけど、もうねその時点で7月末だったの絶対無理じゃないですか、絶対無理だから、そう、もうバタバタになっちゃうとね。そうだから、そう、葵さんとパセリがいるイベントとかで販売がいいですよねってなって、今回の今日のお話し会が2人ともいるし、 STU ファンの方が広島の方以外もいろんな県からとか来てくださるからぴったりなんじゃないかってことで今回この日に発売になりました。そうだから、またこういうイベントとかがあるときにね、もしかしたらあるかもしれません。そう、葵さんパンも売ってたの。そうそうそうなんですよ。私がね、折り鶴大使になるじゃない、葵さんがずっといろいろ活動されてて、パンとかあとチョコレート工場とかいろいろ、本当にいろんな作業所が、アイス以外の作業所もあるから本当にいろいろね、そうあるから、もしかすると今後私も作れるかもしれません、一緒に。もしかしたらね、まだそういう話は何も決まってないんですけど、だから今回購入できなかった方はまたいつかの機会にぜひぜひぜひです。うん、楽しみにしてて。心強いです。葵さんがもう頼もしい先輩じゃないですか、ステージとかでもそうだし何においてもさ、もう完璧な、もう理想の先輩像じゃん葵さんって。だからもう先輩とか人間としても完璧みたいな、もう
神のような存在だから本当に安心して一緒にこう何でも支えてくださったりこう教えてくださったりして一緒に取り組めるのでありがたいです。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また会おうね。そう、もう神アミ、アミじゃない、誰、葵さん神ってさ、アミって言っちゃった。知らない人出てきた。神の葵さん。パのポスター無事に家に着きました。あ、よかった、パのポスター無事に家に着いて放置されなくてよかった。よかったです。飾ってね、気が向いたらぜひ。いや、誰か会場とかにさ放置していかんがちょっと怖かったもんね、あまりにもポスターが大きすぎて。よかった、ちゃんと持って帰ってもらえて。こんばんは。パのポスター、明日ちょっと似顔絵ないから寂しいわ。全員の似顔絵描きたかったな。全然似てなかったけど。誰ってなった。誰ってなりすぎて誰かのやつに誰って書いちゃった。あ、握って持ち帰る。いいよ、握ってもよし、体に貼り付けて宣伝してもよし、もう何でもよし、無事にお家に連れて帰ってください。飾らなそうって言われたけどちゃんと持ち帰るよ。本当？本当ですか？ちょっと今日さ、私が4時間目で終わったからさ、みんな油断したのか知らんけど5時間目にね、その外でねちょっと花火したかったからメンバーと花火してて残ってたんですよ。他の4時間目までのメンバーも書いてたけど、ちょっと残って花火の時間がね決まってたから何時だったらできますよっていう時間に残ってメンバーとね外でこう待機してらっしゃったファンの方とねこう見守られながらやってたんですよ。言えてました今、見守られながら花火をしてたんですけど、それが終わって楽屋に戻るルートがお話し会会場を通るルートだったんですね。そしたら他のメンバーの連のとこにもう見覚えのある顔がもういて、もういらっしゃってとかじゃなくていて、え？あれ？油断したんだろうなって。パセリがもうはけてったから、しかもはけてった方と逆から登場しちゃったからさ、1時間後とかにびっくりしただろうなと思って、そう、楽屋とは逆の方から入ってきたからね、そうびっくりしちゃいました。本当に気のせいかな。むしろ手を振ってみたよ。のんきか、のんきやな。そうなんよ、油断できない会場です。そうなのよ、びっくりしちゃったよね。あれ、また明日ねとか言った人が普通にあれ、さっきもう帰るみたいな感じでバイバイって言ったのに、まだ会場、同じ会場にいた。早めに終えといてよかった。やっぱいたか、やっぱり。まあ、似てる人、そうだ、似てる人も多いよね。そうだね。単押しです。ね、単押しですって。で、単押し宣言された。単押しです。そうなのよ。明日も。明日はね、4時間目までだけど、カラオケの部もいるので、皆さん、
よろしくお願いいたします。カラオケカラオケカラオケブースで盛り上がるよ、楽しむよ。疲れが目に出た。あ、見えてはいけないものが見えてた。そうかも。カラオケだけ行きます。ありがとう。カラオケだけ、もうそう、カラオケだけですって方もいたの。明日用事があるけどカラオケの時だけは来ますねとか。もうめっちゃ頑張るね。声ガサガサにならないようにお話し会で喉気をつけなきゃ。明日行きます。明日待ってます。明日もよろしくお願いします。皆様明日は行けないので、あ、そう、明日は行きませんって方もね今日いらっしゃってね、また次会える機会にまた会おうね。ジョーカー何種類あるの？4種類だよ。部によって変わるよ。今気づいたの？今気づいたの？部によって変わるんだよ。ちょっと部によって違うよ。そう、今日だけの方もいた。多分明日だけの方もいらっしゃるから元気いっぱいお出迎えします。お出迎えして楽しくおしゃべりしてお見送りして、わーいわいわい。明日の髪型悩んでるんよ。髪型どうしよう。今日とは違う髪にしたいの。ちょっと一回ほどいてみていい？今ね配信中にちょこちょこヘアピンを取ってて、今こんだけ、これだけの本数が出てきましたね。え、明日どうしようかな。髪の毛ね、そう、明日ね、そう、亀子さんの時間もあるよね、お話し会の合間に。それでね、その時にポニーテールもいいと思ったけど、ポニーテールだと正面からの写真がもうこの顔面、髪の装飾なしとかで髪飾りも後ろになったら、あ、何も見えないかなと思って、顔周りに何かある方がいいのかなとかも思ったりしまして、そこで悩んでますね。どうしようかなって、ね、悩む。証明写真、まあ証明写真は、証明写真の時はもうおろし紙やけど、絶対に悩むよ。浴衣が結構首詰まってるじゃないですか。首まであるからすっきりした方がいいよなーとか思ってて、やばい。なんかこういうのいるよね。メデューサ、メデューサですっげー、すごいよこの髪型、なかなかないね、この感じ。確かにダンサーさんとか、生きてるね、生きてるよ。ピンがいっぱい出てきた。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15本、え、16本、17本、え、待って待って、増えた増えた、待って、落ちてた、いっぱいまだあった、怖っ。1、2、3、4、5、6、7、8、
18本頭に今日ヘアピンをつけていました。なんか錆びてる匂いがする。汗で錆びてるな、これは汗で錆びてます。錆びボーン。え、ここのね1個の団子とかも、この1個団子わかる、こういう、うん、なんかわかります、ポニーテールしてここで団子みたいなもういいし、こっちで団子とかでもいいな。あ、これいいですね。でも今日とほぼ一緒になっちゃう。じゃあ下目にする。いやでもアップに行った方が顔がすっきり見える。じゃあやっぱポニーテールか。え、どうします。悩むな、めちゃめちゃ悩みます。アップがいい。浴衣にもよるよね。みんなわかんないもんね、明日の浴衣。今日とはまた違うんですけど、まあ今日とほぼ同じみたいな、ほぼ違う、なんか違うようで似てるようで、間違い探しレベルの間違い探しレベルかもしれないんですよね明日。だから今日の浴衣を想像してもらって、合いそうな髪型をちょっと一回ほどこうそう、どっちってなるじゃん明日の写真見たら、多分解決する。あ、なるほどね、確かに違うようで同じようで、違うようで同じようでみたいな感じだわってなると思います。悩むな、悩みますな。ヘアアクセサリーを自分で買ったんですよ。いや団子もいいよね。あの髪飾りをねちょっと持ってきますね。ゲットしましてこれでは参加しませんので安心してください。イエイ。これはないですよ。ちょっと待ってください、持ってきます。よいしょ。あ、なんか落ちちゃった、大丈夫。お待たせいたしました。入れてて、おいしょ。髪飾りをねこう買って、このこれが今日つけてたやつ、これは今日つけてたこの長めの大きめのやつで、これはこれよりは少しちっちゃめのお花です。これはこう結んでこう、こことかでもまあいいし、あ、いいねこれ、ポニーテールの高めポニーテールでここにつけるのもまあいいかもしれません。もういいし、あ、やばい絡まっちゃった。いいし、こうなんかまとめ髪ここら辺でピュピュピュってこう、こう団子とかしてここでピュってこうなんかあるのもいいかもしれないし、このでっかいシュシュもあるの、これは 2,3 年前に買ったやつなんですけど全然使ってなくて、どんぐらいでかいかっていうと相当でかい、もう超でかいのね。このシュシュポニーテールでこれでもいいかなって、夏っぽい素材だしいいかなみたいな。そう、めっちゃでかい、もう超巨大なんですよ。悩むよね。でこの手袋も買ったの、なんか浴衣に手袋とか素敵やなと思って、このパールのついたね、ちょっとこの髪でさこ
この髪で話すとなんかあんまりこのちょっと合わないんですけど、今の髪とこの手袋、そう買ってみて可愛いかなって思ったんだけども、ちょっと髪の毛が難しいですね。そう、浴衣がこれが似合う浴衣かって言ったら、ちょっとこれとはまた違う系統かなって感じで、つけるかも悩みどころです。でもつけたいなって個人的には思ってて、お嬢様でしょこれ。そうなのよ、なんか私が持つとさ、遺留品とかを触るときの手袋、刑事ドラマでよくさ見るさ、わかる、こうやって刑事ドラマのよくあるのは、こうやって鑑識の人が、鑑識さんがメインのね、ドラマとかでよくありがちなのが、こう遅刻してきてみたいな、現場の状況はなんとかで、被害者は何歳、第一目撃者はどうでこうでみたいな言う時のさ、手袋に見えてくるんよね。うん、そう、遺留捜査、そうバレてた。あ、臨場もそうそうそうですよ。一応持ってきます手袋も。で使うかどうかはまた明日次第。これも忘れずに持っていく。今日これ可愛かったからまた使いたいな。いいよねこれ。今ちょっと白い壁だから分かりづらいけど、ちょっとこんなちょっと分からない、分かりづらかった。うん、なんか分かりやすいさ、アオートミールとかこんな感じでこんな白い、結構大きい、綺麗に並べたい。見えないね、壁と同化してるよね。どうか。まもなく23時。本当やん、早いですね。いやでも全然なんかだんだん目が覚めてきたから今日の一日の中で一番今が起きてるかもしれん。頭がやばい。もうちょっとしようかな。どうしよう、全然起きてる。うーん、じゃあ15分までしたら始まった、15分までが始まったよ、パセリの。15分までしたらとか言って30分までするやつが、最初終わったらもうさ、テキパキお風呂とか始めなきゃいけないから、もうちょっと話しようかな、ね、そうですね、もうちょっと話そうかな、のんびり。眠気が来たらもう終わるやつにしようかな。え、なにこれ、え、待って、やばい、なになに。今ね、今日レッスン着で行ったんですよ、着替えるから。そしたらレッスン着の黒いズボンに白い毛がいっぱいついてる。え、私なんか犬か猫ちゃんでも一緒に暮らしてるってぐらい、え、これかな、違うよね、え、なんだろう、なんかの繊維がいっぱいついてますズボンに。怖っ、何の毛だろう、手袋かな、え、怖い、え、これかな、これだってほしいですよ、怖いから。あ、これ、あ、そうかも、あ、そうかも、あ、そうです、そうです、そうだ、よかった、
良くないけど良かった、判明して良かった。抜けないで、抜けないで、良かったです。モフモフ怖かった、ちょっと恐怖だった、何って思って。解決、解決なり。びっくりした、パンのポスターバスの時刻表に貼りましたって来たから、えどこに貼っとんと思ったらよかった、時刻表の横ね、自分の家のってことね。びっくりした、もうついにいらなすぎてバス停に放置してきたかと思った、焦った。家だった、家だった、え家だよね、家であれ、え焦るよ。早変わりの時期なの？シナモン？早変わりなの？じゃあ新しい木が生えてくる？ほんと可愛いこの色味が、白と水色。バス停。でもなんか眠くなってきたかもしれない。眠気きたかもしれません。もしかしたらさっきまで。2分前まではまだやなとか思ったけど、来たかもしれない。やっぱ15分だわ、きっとこれは。いやでも右目は眠気きた右目は眠気きたけど左目は来てない。でももう終了しましょうか、明日もありますしね、明後日もあるしね。そうだね、きっと目が疲れてきたのかもしれない。ありがとう皆さん、配信付き合ってくださって。明日はね、あの帰宅時間が今日よりも遅くなるので、配信時間もこれくらいの時間かなと思います。これくらいの時間の予定でおります。もしかすると会場で配信が可能であれば浴衣姿で配信ができるかもしれません。もし浴衣でできたらゲリラになると思います。ゲリラ配信になると思うんですけど、またあの会場とかね、メンバーとかスタッフさんとかの都合とかでできるかどうかも変わるかもしれないので、また明日確認してみたいと思います。ね、今日は配信できてたけど、今日明日があるから会場の撤収作業がないんですよ。でも明日はもう終わりだから、もしかすると楽屋とかも早く開けなきゃいけないとか、なんかそういう事情があるかもしれないので、一応確認して、できそうであればスタッフさんの許可を取れれば、もしかすると浴衣で配信できるかもしれません。確かに5時間目、そうだね、5時間目私ないから、もしかするとあるかも。今日は5時間目の時間に花火をしてました。ありがとう配信見てくれて。なんか配信の冒頭とかの方さ、まともに喋れてなかったからまともに喋れてなくて、脳みそも働いてなくて、もうなんかすごい口も回らず、もうさ、ここ最近で一番なんかホワホワしてたんですけども、だんだんね調子が出てきたのに、ここでお別れとなります。また明日も配信するので、よかったらお時間合えば見に来てください。それじゃあ終わりたいと思います。壇上読みます。13位チョコミントさん、12位高反発さん、11位陣内さん、10位新一さん、9位クアンドリさん、8位メロンのあそこさん、7位ミックさん、6位ゼータン、5位プーさん、4位プルンさん、
3位阿部寛さん、2位 Z さん、1位 G2 さん、ありがとうございます。一日ありがとうございました。また明日もお話し会、縁日、そしてスペイベカメコタイムとカラオケ大会もよろしくお願いいたします。それではまた明日です。おやすみなさい。またねー。